戻った？もう何言ってたか忘れたからまあいいや。でもそうですね、だから比べても大丈夫。比べても大丈夫。なぜならそれが自分を動かす原動力になるし、なんかそれで落ち込むってよりも頑張ろうって、我々で言うとファンの人たちに少しでも近くで見てもらうために頑張ろうとか、この子に負けたくないから絶対前で踊りたいとか、そういう気持ちでレッスン頑張ったりしてることもあるから、自分を高みに持っていくためのツールにしてしまえば比べることもいいんだと思います。またループしてる？またループしてるのかな？もううるさいな。仕方ないじゃん、私のせいじゃないんだもんこれ。そういうことですね。はい、次いきます。ひかちゃん、嫌いな人のことを嫌いすぎて思い出してしまうんだけど、どうしたらいいかな。もうね、嫌いな人のことは考えない。もう一切思考回路に入れない。それが一番いいこと。そいつのために使う時間がもったいなさすぎる。私はアンチとかおもろいからたまに遊んであげるけど、それは自分にとって楽しいし、まあ資料映像できたらいいなぐらいのテンションだから、別になんとも思ってない。ただなんか嫌いな人にもその人のことを大事に思ってる人たちがいるって考えて、もう自分が嫌ってるその嫌悪感自体がなくなれば自分も楽になれるし、相手も傷つけないから、それが一番いいんじゃないでしょうか。もう考えない、無視、自分の人生に入れない、それが大事ですね。はい、何更新して、みんなループしてる人は更新してください、お願いします。私にこれ以上何も求めないでください。お願い。今調子なんて上から目線なの？ちょっと感覚狂ってるよ。